ただ、ただいま、やっていきましょう。ファイアーエンブレム、風化雪月。空神王国、編。やっていきましょう。なかなか、シルバーが気になったそうです。やっていきましょう。浮気だって？いやいや、面白いことを言うもんだ。これまでもこれからも、俺には君だけさ。その気持ちに誓って嘘はないぜ。これ女の子、後ろ姿なんか男の子にも女の子にも見えるけど、これ大丈夫かシルバー。けど君がどうしても俺なんかに付き合ってられないっていうなら仕方ない。あ、そうだ、もしよかったら紋章持ちの男とか紹介しようか。紋章持ちの男それは貴族ってこと、必然的に。そんな言い方。あ、女の人だった。いやいや、これは純粋にただただ君を思って言ってるんだ。俺、泣き顔を見るのは趣味じゃなくてな。君には早く笑顔になってほしいのさ。だから、ね。シルバーン、扱いにうまいんじゃないの女の人の。なんか今のひどくね。なあ先生、こんなところを覗いて楽しいんです。結構楽しいです。こういう CM イベント見てるの楽しいですよ。なんか物言いたげな顔してるけど、一応聞いておきましょうか。乙女心を分かってないわ。あ、ひどすぎる。女の敵だ、女の敵だ。あ、ちょっと強気な顔になった。俺はいつだって女の子の味方さ。もちろん先生の味方でもあるんですよ。これ男の子主人公だったら違うセリフになるのかな。大体振った振られたなんてよくある話じゃないですか。まあね、あの子も他に女がいたからってあそこまで怒ることないだろう。いや、はあ、可愛い女の子の辛そうな顔を見るのは応えるな。こいつ、いやー、なんかシルバーの評価下がってきたわ急に。そうは見えない、本当に辛いに決まってるじゃないですか。先生、慰めてくれてもいいんですよ。じゃあお前の気持ちを吹っ切れさせるためにグランド百秋だ、行ってこいシルバン。いや、この間いい茶葉をもらって、どうです、俺の部屋で茶葉だけ置いてけ。あ、冗談冗談ですって。まったく釣れない人だなあんた。え、それだけ、それだけ。お前なんでやる気上がったの今ので。なんてわかるの、何それ。はい、溜まってまいりました。見ていきましょう。すぐ溜まるな、最初の頃だし。はい。あ、アシトも完成？殿下、あ、間違えた。ディミトリー、その今日の訓練の相手を。ディミトリー、結構強かったな。ああ、もちろん構わないさ。なら講義の後にでも訓練場に来てくれ。待っているからな。そうだ、終わり次第一緒に食事に行こう。動いた後は腹が減るからな。そうだね、ぜひご一緒一緒に食べたいです。あ、でもなんかこう、敬語はともかくとして、こう今まで呼んでた呼び名を変えるっていうのは結構慣れるまで時間かかるよね。つい呼んじゃうっていうのは俺も経験ありますね。僕は。おい、アッシュ。殿下すみません、僕は未熟でした。もっと鍛錬を積んできます。おい、アッシュ、以前俺が言ったことをそこまで気にしていたのか。殿下の言いつけに背いてまで自分の意地を貫くのもいけないと思って。アッシュ、俺もな、尊敬すべき相手に敬意を表すのはごく当然のことだと思う。だが俺はあいにくと敬意を向けられるほどの人間じゃない。会長は割と自己評価低め。確かにお前とは生まれた家や育った場所が違うかもしれないが、それだけだ。殿下のおっしゃることは正しいと思います。だけどやっぱり僕は殿下に無礼な振る舞いをすることはできません。ああ、殿下は運がいいっていうことは正しいと思いますっていう、そういうこと。意訳するとアッシュの言ったことを
正しいと思ってるのは、殿下はただ単に運が良かっただけだと思いますみたいな。僕より運が良かったからそういう立場にいるだけであって、別にあなたがすごいことだとは思いませんみたいな、そういうこと。アシュ深読みしすぎか。確かに王族も平民も同じ人間であることに変わりはないかもしれないけれど、王族や貴族が責務を果たしてくれるからこそ平民は平和に暮らしていけるんです。ああ、じゃあアッシュのことを意訳すると、貴族や王族はそこら辺の馬の糞と同じレベルだと、それと全く違いはないが、ないが、お前らは平和を、平和に暮らしていけるよと、責務を果たしてくれるから、そういうこと。アッシュだからダメかな、平民はその代価として税と敬意を払う。ロナード様はそうおっしゃっていました。ロナード様へのなんかこう信頼が高すぎるんだよね、アッシュは。それも道理だな。だが俺はまだ大いについたわけでは。あ、だけどそれだけじゃないんです。僕は一人の人間としての殿下を尊敬しています。殿下が何と言おうと、お一人で国を背負って、武芸の腕も一流で、仲間思いで、僕なんかにも優しくて。会長はなんかね、昔から知ってる人にはなんかちょっと違った見方されてて、後から知った人にとってはなんかこういう感じなんだよな、アッシュみたいな感じなんだよな。なんかそこがな、何があったんだろうな。それを言い出したら何があるんだろう、これから。俺だって同じだ。例えばお前は強い心を持っている。それは俺にはないものだ。どんな時にも、強い心ってなんだろう。俺が何度助けられてきたか。なんだろうね、強い心って。強い心なんて存在するのかなって俺は思っちゃうけど、強くあろうとする心はあるけど。そうなんでしょうか。あの、ここは互いに互いを尊重して今まで通りっていうのはどうでしょう。プラマイ戻ってきた。そうだな。言葉を交わすたびに青くなったり赤くなったりされては俺も気まずい。ずいぶん遠回りして結局元の位置に戻ってきたような気もするが、これでいいのかもしれないな。互いに一つずつ折れるということで。はい。それじゃあ改めて殿下、訓練の相手をお願いできますか。ああ、もちろんだ。遠慮なくかかってこい、アッシュ。なるほどね。まあ、これで終わりだもんね。そこまでアッシュとは深くないんだなっていう感じがしちゃうね。命中7か、回避7ね。支援効果。ドゥドゥにしよう。ドゥドゥにしよう。エリクスやめとこう。シルバンと初めてか。ああ、どうだこれ。よ、ドゥドゥ。今日も相変わらず何考えてんのか分かんない顔してるな。シルバンは普通なんだ、ドゥドゥに対して。そうだろうか。他の二人はすごい真剣な感じだったんだけどな。犬とか、ダスカージンって呼んだりとか。ま、そういえば、昨日の料理当番ってお前だったろう。うまかった。ありがとな。おう。まあ、そう、お母さんだもんね。まあ、そうだ。今度俺にも教えてくれよ。料理ができる男って、頼りがいあるだろう。まあ、そうだね。男にしろ、女にしろ、やっぱ相手の胃袋を掴むのは、強いなっていうのは思うけどね。そうなれりゃ女の子の人気を集めること間違いなしだからな。それからシルバン、あ、なんだい。お前もファーガスの人間ならばダスカー人の境遇は理解しているだろう。ダスカー人がダスカーの悲劇という名で王族を殺したんだと思うんだけど、多分その後ダスカー人も迫害を受けた。迫害っていうか、まあね、その直接関係ないダスカー人全体が迫害を受けたんだろうね。あまり俺に近寄るな。つまらん誤解を招く。誤解ね。気にするやつもまあ当然いるか。けど俺は全然気にしてないぜ。お前らダスカー人は潔白だと思ってるし。ってことは何か直接的な何かっていうより、なんかあったんだろうな。ここら辺治療室行ったんだけど乗ってなかったんですよ。地方名でダスカーとか出てきてたんだけど、それ自体は出てこなかったんで、なんか本編中にわかるんだろうね。どういうやってると。どういうことだ。そもそもダスカーとファーガスは昔から仲良くやってた間柄だろ。ファーガス神聖王国ね。
あんな制裁を受ける危険を冒してまでファーガスの王を殺す理由がない。ああ、王をやっぱ殺したんだね。まあそうだよね、今までの情報から整理するに。王国に対して敵意を抱く一派がいたくらいならまだあり得る話だが、まあ全体として動いたってよりごく一部だよね。本当に動いた、そいつらに勢ぞろいの国王陛下ご一行を皆殺しにするような真似ができると思うか。難しいだろう、連動も頭数も違いすぎるだろ。せいぜい一部のダスカー人が国の転覆を狙う誰かさんと共謀したか、そいつらに罪をなすりつけられたかだと思ってる。手のいい身代わりだな。真実はどうなんだろう。これってもしかしてこれがわかるのかな、このルートだと、ユーノクラッセのルートだと。ま、ことの真偽はどうあれ、ダスカー人である前にお前はお前なんだ。そこだよね。そう卑屈になる必要もないと思うぜ、ドゥドゥ。おいおい、どうした、そんなおかしな顔して。俺はお前を誤解していたらしい。女のことばかり考えているだけの男だと。まあ、7割合ってる、7割合ってる、3割部分が違うんだな。なら解けたようで何より。けどこの程度誰だって考える話だろ。王都にもそういう奴らはいただろうに、殿下だってその一人のはずだ。ああ、その通りだ。まあ出なければドゥドゥをそばに置かないわな。そう考えると会長もあれだね。そっか、会長は家族を殺されたのか、ダスカー人に。そしてイングリッドちゃんは慕ってたお兄さんを殺された、まあ婚約者か、フェリックスのお兄さんを殺された、だが未だ俺たちは憎まれている。姑息な手で王を殺した罪深い民だとな。誤解言ったのさ、明白な証拠でも突きつけてやらない限り解けないもんだ。仮にそれを突きつけても時間がかかるだろうけどね、受け入れるには。みんな突然真実だっつってひっくり返されても。で、仮に証拠を突きつけて誤解を解いても人の感情までは簡単に変えられない。なんかそれってクロードが言ってたんだっけ、なんか言ってたよね。クロードも同じようなこと言ってたよね、ファルミラーと。そいつを変えられるのは時間と努力だけ。虚しいもんだよな。時間と努力か、その通りだな。ま、そんな神器臭い話は置いといてだ、料理を教えてくれる約束忘れんなよな。ああ、わかった。なるほどな。なんか結構やっぱ重いな、王国ルート重いな結構。でドゥーズーを起点としてるな、結構ダスカー人っていう立ち位置で。女神様、どうか我らをお守りください。そういう点で考えるとメルセデスちゃんとかアネットは結構ちょっと違う位置にいるけど、どう関わってくるのかな。メルセデス、でも王都にいたって意味ではいろいろ被害を受けてたんじゃないのかな。ほらドゥドゥ、何か言おうかしら。殿下が探しておられた。分かったわ、すぐに行く。ちょうどお祈りも終わったところだし。音符出して。メルセデスちゃんは会長のこと好きなんだよね、多分。黒髪同盟の最後のところで言ってたもんね、会長に対して好きなみたいな感じのセリフを、倒れる時に。それ聞いてるの覚えてるからな俺。祈っていたのか。そうよ、みんなが元気で過ごせますようにって。それから美味しいお菓子が食べられますようにとか、次の試験がうまくいきますようにとか。ホドラの女神にはどんな願いをかけようと自由なのだな。ダスカーは違うの。そうね、私はそう思ってるけど、そういえばドゥドゥってダスカーの生まれ
よね。メルセデスちゃんに至ってはもう生まれとかそもそも覚えてすらいない。あまり興味がないことなんだね。そうだが、ドゥドゥにとってはすごく大事なことなのに。ラスカーでも女神様にお祈りするものなのかしら。神に祈るという文化はあった。だがフォドラとは全く別物だ、そっか。俺もね、ちょっと前にやったゲームだと神様というのは種族だということを教えられたからな。すごく神というのはそういう種族だみたいなことを教えられたから、まあ何をやったかは言わんけど、すんごいものやったからな。ラスカーにはあれ投稿するのかな。多くの神がいる。天には天の神が、地には地の神が、戦勝を記念して戦の神に贄を捧げ、海が荒れれば海の神を祀って宴を催す。あー、日本っぽいね。八百万の神様っていう考え方でいい。あらゆるものに神様宿るよと。あらゆる自然法則とかに。ラスカーには神様がたくさんいて、助けてほしい神様にお祈りするってこと？まあ一神教ではないってことだね。そんなところだ。多神教。やっぱりフォドラとは違うのね。なんだか興味が湧いてきたわ。ダスカーはすでに滅びた。ダスカーは滅びたかもしれないけれど、ダスカーで生まれたあなたはここにいるわ。そうだ、どうかなこれ、ダスカーのことをいろいろ教えてもらえないかしら。すごいな、なんかメルセデスちゃんは、なんかお母さん同士の戦いっていうか開口だもんな、これよくよく考えると。このクラスの母親役二人みたいなのだもんな。構わんが。ドゥドゥよりさらに母身が強いのかな、メルセデスちゃんは。本当嬉しいわ、楽しみにしているわね。メルセデスちゃんすでに子供いてもおかしくないよな、なんか感覚的には。すでに3人ぐらい子供いてもおかしくない気がしちゃうもんな。さ、じゃあ行きましょうか。ダスカーは滅びても俺がいるか。なんかかさあ、黒髪同盟の最後でドゥドゥが一人で乗り込んできたじゃん、会長の敵だっていうことでヒナのところに。あれもちょっと思い出されるね、こういうのやってると。あ、なんか嬉しいな、楽しいな、やっぱこのゲーム。この間はどうもありがとう、おかげで助かったよ。食事の時間にもちゃんと間に合ったし、美味しいってみんなからも評判だったし。よかったね、爆発させないでよ。少し手伝っただけだ。ううん、あり合わせの材料だけであんな豪華な献立をパーッと思いつくなんてすごいよ。私には絶対できないな、尊敬する。なんかアネットちゃんの支援イベントは安心できる。なんかドゥドゥは関わる人によって全然違うからさ、超安心できるアネットちゃん支援イベント。俺はまだまだ未熟だ。本当にうまい料理は食べたものを笑顔にするという。俺は殿下の笑った顔を見たい。そのためならば努力は惜しまない。え、もしかしてそれで料理の研究が趣味なの？私にはニコニコしながら食べてるみたいに見えるけどな、殿下も。でもあの出来で満足しないなんてすごい向上心だね。私もドゥドゥを見習ってこれからたくさんお料理の勉強を。アネットちゃんはすごくいい女性になりそうね、素晴らしい女性になりそう。本当に努力をしまくってるし。誤解するな、お前の腕は決して悪くない。あ、つまらん失敗をするというだけで。お母さん、ドゥドゥママ、ママドゥドゥ。でもどうしたらいいのかわかんないよ。私おっちょこちょいで何をしても信じられないような失敗ばっかりするから。料理をすればお鍋が爆発するし、お財布を忘れて買い物に行くなんて日常茶飯事。いいんじゃない？お財布を買い物に行ってお財布を忘れてくるぐらい
じゃなければいいんじゃない。お財布忘れて買い物行っちゃったら、まあウィンドショッピングすらいいやっていう、そういうあれでいいんじゃないの。この間も左右別々の靴を履いたまま訓練に参加して笑われちゃったし、まあ、俺もよく服とか、なんか服ってかシャツを逆に着てたりするけどね。裏表逆で着てたりするけどね。そういえばおじさんも私を見て信じられないってため息ばかりついてたっけ。お前は周囲が見えていないだけだ。火にかかったままの鍋はないか。刃物はきちんとしまってあるかを見ろ。まあそういう危ないところはちゃんとした方がいいね。出かける前には持ち物を確かめ、鍵閉めたか。一度鏡の前に立て。そこまでしてもできないものは仕方ない。失敗は誰にでもある。あ、潔いね、ドゥドゥは。そっか、本当にお母さんだな、この人。うん、ありがとう。ドゥドゥって優しいんだね。最初は顔が怖くて、ねえ、俺も思った、りがたいなって。カバチだと思った、これカバチだと思ってた。そうか、やはり。うっすっつったら、うっす。怖いのか。ちょっと、いかついかな。まあでもそれも生まれつきだから仕方ない。諦めるしかないよ。それはしゃあないよ。今さら。悩んでもしゃあない。笑ってみたらどうかな。口の端っこを上げて、こんな感じで。アネットちゃんはそれ得意だろうね。わかった。お、努力は、してみよう。おー、ドゥドゥが学ぶところがあった。お、おいいじゃん。かわいいかわいい。眉毛、もう片方も上げてくれれば。ああ、いいね。あ、いい感じね。これさ、待って、出てきた。これ、もう一段階あるんだけど、もう一段階あるんだけど、B が。楽しみだな。笑ってくれるんだろうな。満面の笑みで。そういうことかな。フェリックス見ないぞ。フェリックスは見ないぞ。最後まで撮っとくぞ、お前は。秘密兵器だ、フェリックスは。今日も君は綺麗だな。これから、お祈りかい？さあ、どうだ。大人の女性に通じるか、シルバーのそれ。あらあら、こんにちは、シルバー。そうよ、お祈りに。よくわかったわね。近頃は君から目が離せなくてさ、何しろ俺は。そうね、シルバーはいつも女の子のことばっかり見てるものね。いやいや、俺が女の子をよく見てるってのは確かだが、君を同じように見ているわけじゃない。怖い色使い分けんねん。俺にとって君は特別な女性なんだ。やめろ、怖い色突然使い分けんな。君を同じように見ているわけじゃない。俺にとって君は特別な女性なんだ。あらあら。なんだそれ。私って目が離せなくなるほど危なっこしいのかしら。いや、危なっかしいのは確かだが、伝わらねえ。全部確かだったな。そうだ、君の話を聞かせてくれよ。仲間の一人として君をもっと知りたい。あら、真面目なのね、シルバンは。でも何から話したらいいのかしら。何でもいいさ。と言っても難しいか。じゃあ君の好きなものの話でも。アネットの話になっちゃうよ全部。好きなもの、あ、お祈りは好きね。子供の頃からずっと続けているのよ。メルセデスちゃん悪いけど、その信仰心は捨ててグレートナイトになってもらうんですけど。その信仰心は全部捨てることになりますよ。子供の頃、確か。あ、そうなの。メルセデスは帝国にいたんだっけ。え、そうなの。オートじゃないの。あれ、ナスとアネットとオナチューってナスも帝国にいたの。じゃあ、そうよ、私はバルテルスのお家で育ったの。バルテルス。待て待て、バルテルス家。メルセデスはマルトリッツ家の出身だろ。事情を話してもいいけれど、あんまり面白い話でもないわよ。それイエリッツァ先生関わってくる、もしかして。イエリッツァ先生なんか言ってたもんね、メルセデスのやつみたいの。関わってくる。そっか。あ、いや、やめるの、やめるの。やめとくか。あ、そう。ヤバの孫作は三流の男の。俺三流だわ。くっさー、くっさー、いじるわ。いいのよ、別に。
隠しているわけじゃないし。教えて。マルトリッツ家は私が生まれる少し前に取り潰されてしまったの。ああ、名字に仮名だけ残ってるってことじゃん。あ、そうなのか。お家は取り潰しになったけど、お父様も亡くなってしまったから、お母様は身重のまま行く当てを失って。メルセデスちゃんのお母さんってどのレベルの母身を持ってんだろうね。やばいよね。結局私を産んだお母様はバルテルス家の当主と再婚したのよ。だけど紋章を宿した弟が生まれてからは、うん、私とお母様はエミールだっけ、邪魔者扱い。紋章目当てだったってことかい。きっとそうね。結局私とお母様は家を出て王国の教会に駆け込んだわ。メルセデスちゃんも結構きついハードな人生を送ってきてるなこれ。そっか、帝国出て王国の教会に逃げ込んだんだ。うわ、紋章目当てとか。今はバルテルスの名前を捨てて勝手に昔のお家の名前を名乗っている。ああ、そういうことなんだ。なるほど。ああ、お祈りが好きなのは教会暮らしが長いからか。ええ、お祈り。あ、忘れてたわ。そうだ、お祈りに行く途中だったのね私。そういうところが危なっかしいのさ。じゃあまた会おうメルセデス。ええ、またね。なんだろう、なんか、どいつもこいつもバッカバカしい。ああ、シルバーンは紋章で何かあったのかな。いやでもまあ言う通りだよな、要はその血が目当てだったっていうだけだもんな。シルバーンはどちらかというとその人が好きになるからっていう感じだもんな。人自身を見てる感は強いもんな。まあ女の子全般好きではあるんだけど、でも人を見てるよね。そんな感じはするもんな。はい、じゃあ一旦ここで休憩しましょう。次回もちょっと、支援イベント会ですね。はい。ありがとうございました。ありがとうねー。